マイルは、ヤードポンド法等における、長さの単位である。今日では、マイルという単位は通常は、主に陸上の長さの計測に用いられる一国際、マイルイコール1760ヤードイコール正確に六6 0 9 3 4 4メートルを指す。日本の計量法における定義も同じである。米国には、国際マイルと、わずかに異なる測量マイルが残っている。これ以外に、主として、 会場や空中で用いられる距離の単位として、カイリがある。1カイリは、正確に1852メートルである。国際マイルとカイリ以外にも、数種類のマイルがある。今日に残っているマイルには、以下のものがある。米国や英国の競馬での距離には、マイルを用いている。日本の競馬では、マイルチャンピオンシップのように、レース名に用いられたり、 週間的に1600メートルをマイルと呼ぶことはあるが、公式な競争距離の単位としては採用されていない。また、1マイルの距離に適性のある競争場はマイラーと呼ばれている。日本における単位記号は、軽量単位規則によりマイルと定められている。米国での文章表記の基準の一つである US Government Publishing Office Style マニュアルでは、 身を用いると定めている。英国ではミリリットルである。かつてはメートルも用いられたが、メートルと同じであるため、今日ではあまり用いられない。日本国内の鉄道は、明治期に英国や米国から導入したため、昭和初期までは距離をマイルで表し、また、単位記号は現在とは異なり、大文字の M、もしくは漢字のマイルを用いていた。英語圏以外でも、 マイルと英訳される、あるいはマイルがそのように訳される距離の単位が多い。その範囲は広く1から1 1キロメートルの範囲にわたる。主なマイルの長さは以下の通り。ただし、メートル法以降により以上の様々なマイルは歴史的な単位となり、単にマイルといえばヤードポンド法のマイルを意味することになった。メートルマイルはマイルをメートル法化したもので。 その長さは1500メートルである。1500という数字は1マイルに近く、かつメートルで霧の良い値になるように決められたものである。メートルマイルは陸上競技で使用されている。中距離層の1500メートル競争は国際大会においてそれまでの1マイル層に変わるものとして始められたものである。多くの陸上競技用トラックは一周400メートルであるため、 1500メートル走は3周と4分の3劇走われる。米国の高等学校における競争では1600メートルを指す場合がある。マイルという単語はラテン語のミレに由来する。古代ローマには2歩分の長さに相当するパススという単位があった。これの1000倍のミレパススがマイルの由来とされている。1パススは5フィートだったので1マイルは5000フィートとなる。 ローマ人がヨーロッパ中に建設される道には、ローマを起点として1マイルごとに標石が設置された。その標石は、マイルストーンと呼ばれる。1593年、エリザベス一世によって、1マイルは8ハロンと定められた。そのため、このマイルは、スタッチとマイルと呼ばれる。航海の分野では、チリマイルが一般的に使われた。チリマイルは、 地球の赤道に沿って一分の個の長さとして定義された。1959年に国際マイルが採用された時、それまで米国で地積測量に使われていたマイルが測量マイルとして残された。19世紀、ドイツの大部分とデンマークでは、オーレレーマーの測量によって 7.4127km と特定された1チリマイルをマイルとしていた。ドイツの一部では、 正確に7 5トルをメートルホーマイルとして使用していたが、20世紀初頭には使用されなくなっていた。スカンディナビアでは長い間オーレ・レーマーによるマイルをカイルとして使用していたが、20世紀中頃には国際カイルに置き換えられた。今日でも伝統主義的なスカンディナビア人は国際カイルを4分の1マイルであると見ている。ノルウェーとスウェーデンでは、 日常会話では現在でも一般的に使われている伝統的な単位のことを指しているが、現在は公式には 10km と定義されている。アイルランドでは2240ヤードと定義されるアイリッシュマイルが1826年までは公式なものとして使用されており、2005年1月に長さの軽量単位がメートルに置き換えられるまで生き残っていた。 ありがとう。